ちっとも幸せじゃないわ。どんなに甘い夢であっても、それは所詮目に見えない手も触れられない幻に過ぎない。なのに彼はそれを生きるための唯一の選択として現実の未来さえ放棄した。そんなの生きているとは言えないでしょ。ああ、なるほど。ですが私としてはそれは